皆様こんばんは、モノコチャンネルです。ゴールデンウィークが終わり、何気なく毎日が過ぎていってたのですが。秘宝、次の祝日は7月18日。というツイートを見てしまい、絶望している私です。ということなので、皆様にも絶望をお裾分けすべく、TikTok へ投稿されたヤバい恐怖映像を6つ、ご紹介いたしますので、心してご覧ください。はじめにご紹介する映像は、アルチボズ・デリンフェルノ氏が、TikTok へ投稿したものです。まずはご覧ください。お分かりいただけただろうか。走り去る救急車の後ろから、白い人影のようなものが飛び出してきたように見えます。救急車で運ばれる人は、生きている人ばかりではありません。病院に運ばれる途中で亡くなってしまったり、乗せられた時には、すでに息をしていないこともあるのです。そして、今運ばれている人もすでに亡くなっていて、その場所に残った強い念が、白いもやとして現れたのかもしれません。次にご紹介するのは、パラノーマル氏が、TikTok へ投稿した映像です。カップルが、ヨガのレッスンをしている最中に奇妙な現象が起きてしまいました。本棚に注目してご覧ください。女性が男性の膝の上に乗りかかった直後、一冊の本が少しずつ動いて、本棚から落ちてしまいました。カップルの動きで落ちたわけではないようです。その証拠に、他の本やインテリアは全く動いていません。もう一つ気になることがあります。本が落下する直前、猫ちゃんが何かを気にするようにキョロキョロしています。そうしているうちに、本が落下してしまい、猫は慌てて逃げ出してしまいました。コメントの中には、猫が見ているのは本を落とすための紐だ、という意見もあるのですが、映像を見る限りそのようなものは見当たりません。猫ちゃんは、よく何もない空間を見つめていることがあり、それは、幽霊を見ているという話もあるので、この映像の猫ちゃんも、何か不思議なものを見ているのかもしれませんね。これからお見せするこちらの映像は、イギリスのアップトンパーク内に設置された防犯カメラの映像です。中央の階段にご注目ください。下の階から、黒っぽい人型の影のようなものが登ってきました。歩き方とシルエットから、男性の影だと思われます。その影は、階段を登り切った後消えてしまいますが、消える前に一瞬、カメラの方を見たように見えます。あまりにも鮮明に影が見えることから、編集ソフトを使用して作ったフェイク動画だ、という意見が多いのですが真相は不明です。アップトンパークは、魔術の使用など、でっち上げの罪状により、ロンドン島で処刑された。かの有名な、アン・ブーリンが所有していたと言われることから、ブーリンスタジアムと呼ばれていますが、
残念なことに、2017年に取り壊されてしまいました。このような歴史を考えると、幽霊が出てもおかしくはないと思いませんか？次にご紹介する映像を見た後、皆様は、カバンを開けるのが怖くなってしまうかもしれません。これは、バネッサ・ヌルカラ氏が、TikTok へ投稿した映像なのですが、そこには、にわかには信じがたい瞬間が記録されていたのです。床に置いてあるカバンが、突然不自然に動いています。まるで、中に猫ちゃんのような小型の生き物が入っているかのように。実際、猫、カバン、で検索すると、とろけてしまうような可愛らしい動画がたくさんヒットしますよね。しかし、この動画にはそのような可愛らしさは微塵もありません。もしもカバンに、猫ちゃんが入っている可能性があるなら、撮影者はこんなに怯えるでしょうか。そして、突然ファスナーの金具が動いたかと思うと、少し開いて、一瞬ですが白い指先らしきものが見えました。やはり猫ちゃんでしょうか？慌ててファスナーを全開にしますが、中にあるのは、着替えやタオルだけで猫ちゃんの姿はありません。一体カバンの中には何が入っていて、どこへ消えてしまったのでしょうか？次にご紹介するのは、マフィオリ氏が、TikTok へ投稿した映像です。扉についている窓を、誰かがバンバンと叩いています。一体どのような映像なのでしょうか。レミ。撮影者が、エイミー、と名前を呼びながら扉に近づいたのですが、なんと、扉の向こう側には誰もいませんでした。普通の人なら、ここで悲鳴を上げて逃げ出すところですが、撮影者は、正体を突き止めてやるとばかりに、部屋の入り口に、塩のようなものを撒くのですが、その直後、Bueno, pues, aquí puse la harina así, esparcí en toda la entrada de la puerta. なんと、白い粉の上にさっと指の跡が。さすがに撮影者も、これには驚いて逃げ出してしまいました。エイミーは一体、撮影者に何を伝えたかったのでしょうか。最後にご紹介するのは、廃墟探索専門チャンネル。ファインダーズ・ビーカーズ・シーカーズのマット氏とアンリ氏が撮影した映像です。今回探索するのは、1850年代に建てられた巨大な建物です。近年老人ホームとして使用されていたのですが、火災などの問題が起きたため、閉鎖されてしまいました。何度も言いますが、彼らのチャンネルは心霊系のチャンネルではなく、廃墟探索がメインのチャンネルなのです。内部はかなり荒れていますが、それほど危険な様子ではありません。しかし、二人が地下から上の階に向かう途中、奇妙な現象が起こってしまったのです。それではご覧ください。壁紙を触っている、アンリを映していたカメラが、階段の上の方にレンズを向けたとき、通路に人の足のような影が映っていたのです。その影は、通路の右側へ進みました。慌てて、誰かいるのかと声をかけますが、
返事はありません。二人は、後を追うように階段を駆け上がりますが、そこには誰もいませんでした。影が進んだ先は、壁で行き止まりになっています。続いて、反対側の通路へ進みますが、こちらにも誰もいませんでした。その後、二人で建物内をくまなく探索しましたが、彼ら以外誰もいなかったのだそうです。通路に現れた謎の人影は、一体何だったのでしょうか。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは、皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。